好きな YouTuber たま様とブルちゃんです。はい、というわけでですね、本日はまたやりましょう。もう一回やりましょう。もう一回やりましょう。ちょっと今ね、すげえ何だったかなって考えちゃったからね、つまつつ。よし。おはようございます。好きな YouTuber たま様とブーちゃんです。はい、というわけで本日も始めていきましょう。はい、50コインで買える希望、希望イエー。というわけで、ね、やっていきましょう。はい、はい、本日のお題は、はい、お題はい、本日の希望ワード、はい、下を向いたら足元から始めればよい。はい、これもね、なんていうのまあ、これは比喩的な表現に近いと思うんですけど、はいはい、何かしらね、こう頑張ってる人とか、まあ、いろいろね、日常でこう、うん、自分がね、こう暮らしていく中で、がっかりしたり、くじけたり、ねうん、してしまった、落ち込んだりしてしまった時に、やっぱりこう下を向いてしまいますよね、うんうん、はーってこう頭を垂れるっていうかね、はーってなった時に、なんか人間、足元が見えるじゃないですか。うんうん、要はその足元ね、一からまた始めればいいじゃないかって、うんうん、なんかそのがっかりとかね、落ち込んだりしたときにこうガクッとこううなだれてこう後背を垂れたときに、でもなんかそのときにこう足元が見えますよねって、下向きになっちゃうけど、うん、足元は見えますよね、うんうん、でもそのときに、あ、足元かって、あ、ここのところはっていうところで、まあ初心からまた始めて積み上げていけばいいんじゃないかっていう話なんですよ。なんか結局のところですね、なんか例えばこう、ただ上向きで行ってる人がこうくじけたりしてしまうときって、うん、それまでの積み重ねが甘かったりするときもあると思うんですね、うんうん、なんか足元が基盤がゆっくりしなくて、うんうん、こう特に急成長した人とかは、うん、わーって行って、なんかそのあれがないままこう、うんね、ガタガタまま行ってボンって落ちるみたいな、崩れ落ちるみたいなときがあると思うんですよ。なそういうふうな経験をしたんだったら、まあでも上に行くことはできる人なんだから、うん、じゃあまた足元から一つずつこう頑丈なね、足場を作っていけばいいじゃないって、そしたらきっと成功できますよっていうような言葉ですね、うん、こちらの言葉。なかなかこう、まあ、ちょっと比喩的表現が入ってるから一瞬、んと思うんですけど、うん、まあこうね、下を見て後背を垂れて後ろをね、くじけてしまった、落ち込んでしまった時は初心はするべからずからまたね、積み重ねていけば大丈夫だよっていう、うんはい、そういう言葉ですね。なんか心当たりみたいなのありますか？いや、いっぱいありますよ。いっぱいありますし、ちょうど僕とダマ様がね、はい、ソロ活動という活動、うん、話になって、一回、うん、まあ、休止という形になって、うん、でもそれでもその時にちょっと僕が気づけなかったことがあって、それが、ね、ポンってなくなった時に、うん、自分一人しか見えてない状態、うん、で、どこに帰ったらいいの俺みたいな状態になった時にでも、あ、タマ様のとこに行こう、これはちゃんとタマ様と今までそうやって話し合って、うん、でソロ活動で、でも遊びに行ったりするしとかって話をした、地盤をちゃんと固めて、うん、でしかもそれまでの間で関係性を作らせてもらってた、うん、っていうのがあるから戻ってこれたっていう部分もありますし、うん、やっぱりそれは一からちゃんと積み上げていったものがあったから、まだ一からではないかもしれないけど飛び級が何個あったかもしれないけど、まあ、10あったものが、まあ、今、ね、その時は1とか2になって、でも、まあ、まあでも0ではなかったですよね、うんうんまあ、だけど、まあ、要はその足場が、まあ、どこから始まるかはその人によると思うんですよ、うん、だから、まあ、例えばそれが、ね、急降下してしまって、うん、バーンっていったものがボーンって急降下して本当に全く0、もしくはマイナスになる人がいると思うけど、うんうん、でも今までの積み重ねが0でないんだとしたら、うんまあ、1とか2とかから、ね、始めれる人もいるし、うんまあ、元上との5とかそういうところから始めれる人もいるかもしれないけど、うんうん、そういうことだよっていう話なんですよね、うんうんうん、だからその本当になんか男の子ってやっぱりそうだと思うんですけどね、なんかその多いと思うんですけど、やっぱり上目指してわーって行った時に調子よく行ったらやっぱこうなっちゃいますよね、うんうん、でもなんかそういう時ってやっぱり地盤がちゃんと安定してないんですよ、うんうん、なんかその時にわーって行ってスパーンってこう足払いされたような感じでドターンってこけるんですよその時にでもなんかこう行って立ち上がって、でもなんかその時にあ、自分すげえ本当は無力だったんだなみたいな、踊らされてたんだなみたいな、逆にそういう周りが林立てでこうなってたんだなみたいな人たちがバッて離れた時に、なんかあ、そっか、自分一人でこんなに小さいんだ、だから
やっぱり周りに人がいてことで自分って上がっていけるなって思うし、うん、自分が築き上げてきたものでちょっとずつこう 人の支えがこうね、あの1でも2でもこうあって自分が10とか100とか1000とかに近くなれるんだなってことを分かった時に、こうじゃあまたそこからそういうことを学ぶための勉強だったんだっていう、うんうん、まあ、ちょっと遠回りしたなっていう、それが最初から分かっている人はもうちゃんと最初からやっていくんだけど、うん、なんかそうじゃない人はやっぱり1回落ちるんですよ絶対、うん、でもそういう時にあのこうガクッとなった時に、あ、そうか、またここから始めようって思えるかどうかもあるんですけど、うんうんうん、でもなんかやっぱりそこに対しての気持ちとか誠意があればなんか受け入れてもらえると思うんですよね、うんうん、また、うん、なんかそれに対してなんか、もうやっちまったな、もういいやこんな世界って思って離脱する人もいるけど、うんうんうん、なんかそこであの思うものがあるんで、やっぱりでもこの世界で生きていきたいって思うものがあるんだったら、そういうところで頑張った方が僕はいいと思うんですよね、うんうんうん、だからまた足元からこう見直して頑張っていってほしいなって思います、うんうん、だからその次はもう同じような失敗しないと思うのでね、うんうん、だからぜひ皆さんに希望を持って頑張っていただければ、はい、はい、思っております、はい、それでは以上、本日もねこちらの方よかったら LINE スタンプの方買ってみてください。はい、この動画が気に入ったら高評価、グッドボタン、ね、そしてよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、おすすめ YouTuber たまさまとブーちゃんでした。したっけ、上がってった最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。